いつの間にやら日付は変わって、なんで年って取るんだろう。もう背は伸びないくせに着信の音で飛び起きたけど、損したな君かと思ったのに。何かの手違いで好きになってくれないかな。どうにも君のいない場所は空気が薄くてさ、くだらない話